今ここの前にあのチェックインのゲートあるじゃないですか。チェックインのカウンター、チェックインのカウンターで一回荷物出したんだけど、この搭乗ゲートのところに並んでる時に、なんかそこに2つあるじゃないですか、電子パネルが。そこに警護小山みたいな、ゲート G に来いみたいな感じで書いてあって、行ったらなんかベポライザーが入ってるから、ダメダメみたいな感じで、前回も言われたんだけど、このバッグの中に入ってれば通って、そこのゲートあのチェックは。で、手荷物のちっちゃいバッグの方にベポライザーが入ってたから、これダメだみたいな感じになって、でちょっとお金払えみたいな、ぐらいでお金払わされて1万円ぐらい。それで、まあ、とりあえずいいよ。でこのバッグの中に入ってたんだけど、とりあえずバッグの中は大丈夫だった、何も言われないみたいな。